こんにちは、にじこです。こちらのお写真もハイライトに、かずさんのインスタのハイライトに上がってたんでね、いいかなと思ってちょっと上げちゃいました。はい、でいよいよかずさん今日からツアー始まりますね、神奈川。うんねえ、いよいよですね。それでね、こんなのいただいたんですよ。恵子さんとアンスリームさんから、恵子さんがね、まず初めてコメントさせていただきますって、ありがとうございます。今日からホールツアーですね。そしてマヤ歴では、今日から新しい1年がスタート。明日は風さんの金バースデーだったかしら。この新しい年のスタートに風さんのホールツアーもスタート、素晴らしいって。風さん、にじこさん、風さんファンの皆さんは、私も素敵な260日になりますね、ということでね、マヤ歴では今日から新しい1年なんですね。でアンスリウムさんも、今日ホールツアー初日ですね。そして今日はマヤ歴の元旦、宇宙元旦とも言われていたり、今日がツアー初日って偶然、それとも合わせてなんて思っています。ワクワクな1年を過ごすスタートに本当に最高の初日で、何にせよめでたいですと。うん、そうなんですね。いや、何かとこういうたまたまそうなのっていう日に当たったりしますよね、風さんって。だこれたまたまかもしれないけど、うん、でもそういう宇宙の采配かななんて思っちゃいますね。いやー、記念すべきねツアー初日ですね。うん、なんか風さんは白いなんとかだったって誰かが前に書いてたけど、私も白い犬なんですよね。よくわかんないんだけど、なんか見てもらった時にそう言われたのだけ覚えてます。はい。うん、そうそう、だからね、今日からツアー、もう本当に怒涛のツアーなんでね、私もしみじみとスケジュールを見たんだけど、もう本当にすごいですよね。たまにちょっと数日の休みが入る時もあるけども、休みといっても移動だったりね、本当に。うん、風さんだけじゃなくてね、チーム風の皆さんも一緒に行動するわけで、もう皆様がもうとにかく無事楽しく、もうこのツアーを最後までね走り抜けることを祈るばかりです。うん、何よりそれを祈りますね。ライブに行きたいも祈りたいけど、もうそれはね、それはそれで、うん、はい。でも私もまあトレードどうしようかなと思ったけど、ちょっと今度の3回目のは申し込んでみました。まあダメ元でね、もうどんな倍率だよって感じだからね。うん、はい。そして風さんのねデモ音源、今度はロンリーラプソディ来ましたね。で今度はあれですよ、そのね、アンリリーストコーラスパートオブロンリーラプソディということで、リリースされてないけどもその部分が披露されてるんですよね。聞いたことないメロディーがありましたもんね。うん、で東京ラプソディというタイトルだったんでしょうか、最初はね。でこれ2019年の9月11日だから、渋港ライブが11月でちょっと前ですね、そのちょっと前ですね。うん、でまあ2019年といえば上京してきた年だから、まあいろいろやっぱり東京ラプソディ、東京に来てね、あ、みんな孤独なんだなってなんか思ったのかしらね。うん、でヴァレリーっていうんですか、これなんだろうと思ったら、これブルーノ・マーズが歌ってるんですね。でも古い曲でもあるような、なんか聞いてみたら割とポップな元気な歌でしたけどね。これはカバーでと思ったんでしょうかね。うん、さよならベイベー、風よ死ぬのがいいわね、罪の香りとか入ってて、音を入れてて、雨をなくしても初期、雨をなくしてもという歌もあったんでしょうか。うん、またサードアルバムあたりでね出てくるかもなんて思ったりね。うん、はい。そしてね、そうそう、角柊さんがね、
風さんの和装がよくお似合いでしたねってツイートされてて、で見たことあるところだと思ったら瞬間文集で二階堂ふみさんを撮影した場所でしたって。角柊さんすごいですね、二階堂ふみさんを撮影されてたんですねっていう私が失礼ですよね。角柊さんはカメラマンだっつーの芸人さんじゃないで、角柊さんのホームページも見てたんですけどね、カメラマンのところはこう脳が素通りしてたんでしょうか。このこういうすごい素晴らしい実績のところが私の記憶にはなくて、いや素晴らしいですね本当にね。角柊さんはカメラマンです、すごいカメラマンさんです。うん、でそこで風さんもなんか古民家をスタジオにしてみたいな、したみたいなとこらしいですね。こんな素敵なとこあるんですね。うん、ねでも角柊さんも風さん撮りたかったでしょうね。うん、そんな機会もこれからあるかもしれない。うん、でこのね、これもハイライトに上がってたんでちょっと載せてみたんだけど、Damn のね、ノリノリのレコーディング風景、ノリノリでしたね。ノリノリ、うん、ね、この和装のね風さんとまた対照的でいろんな表情を見せてくれます。はい、そしてこれもねコメントで教えてもらったんですけど、めっちゃむさんはツイッターで見つけた情報で確認しました、ブックレットに原稿とペンが写っているページうっすら文字が見えます、よくよく見たら読めました、スクショして拡大しました、ヒントガーデンってもうズバリですよ、ね、リッコさんもいつもにじこさんの声に癒されています、ありがとうございます、風さんの情報もたくさんいただけて毎回楽しく聞かせていただいてます、はい、ありがとうございます、嬉しいです。にじこさんはもうお気づきかもしれませんが、フォトブックの中の文豪風さんが座って書き物してる場面のメモ、ガーデンの歌詞がつらつらと書かれていますよね、よーく見ないと分かりませんがね、えそうなんですよ、で私もスクショしてみました、書かれてましたね、えなんか縦書きでね、もう本当になんか何でもできますね、うん、しかし何を着ても似合う24歳って何なんですかねって本当ですよ、本当ですよね、リッコさんも本当にね、めっちゃむさん、リッコさんありがとうございました。お気づきでない方よかったらね、フォトブックのメモの部分、写真撮って拡大してみてください、見えますから、うんね、はい、ということでね、いろいろ今回もありがとうございます。とにかくもう風さんのライブが始まるということでね、何の関係もない私がなんだか浮き足立ってます多分その時間になったら、あ、今頃とか思ってね、うん、本当に本当に無事完走を祈りたいと思いますね。はい、ということで今日もありがとうございました。ではまた。